50代半ばを過ぎた竜太は、かつての野望を胸に秘めながら、ヤクザ社会の現実と家族の温かさに挟まれ、葛藤の日々を送っていた。20代の頃、竜太は決起盛んだった。組織のために命がけで働き、瞬く間に頭角を現した。しかし、その因には多くの犠牲と後悔が伴った。年を重ねるにつれ、竜太は組織の冷酷さに心を痛め、家族への愛情が芽生え始める。 しかし、ヤクザの世界から抜け出すことは容易ではなく、彼は葛藤に苦しんだ。ある日、リュータは組織内の構想に巻き込まれ、大切な仲間を失う。その悲劇をきっかけに彼はヤクザの世界に絶望し、家族を守るために組織を離れることを決意する。しかし、リュータの過去は簡単に消えるものではなかった。ヤクザ社会からの追跡、過去の因縁、そして家族への不安。 絶望的な状況の中で、龍太はそれでも希望を捨てずに生きようとする。彼はかつての仲間と協力して小さな会社を立ち上げ、真面目に働いて生活を始めた。しかし、ヤクザ社会とのつながりを断ち切れない龍太は、常に危険に直面していた。そんなある日、龍太の娘が誘拐されてしまう。犯人は龍太の過去を利用して脅迫し、莫大な身の代金を要求してきた。 リュー太は娘を救うために、再びヤクザの世界に足を踏み入れる。しかし、かつての仲間たちはもう組織にいない。リュー太はたった一人で、娘の命を救うために戦わなければならなかった。リュー太は持ち前の交渉力と戦闘能力で、犯人組織を追い詰めていく。そして、激しい戦いの末、娘を救い出すことに成功する。 娘を救い出した龍太は、ヤクザの世界に完全に別れを告げる。彼は家族と共に新しい人生を歩み始めることを決意した。龍太の過去は消えることはない。しかし、彼は過去の罪と向き合い、家族を守るために戦い抜いた。そして、絶望的な状況の中でも希望を捨てずに生きようとした。龍太の生き様は、ヤクザ社会の暗闇の中で、かすかな光のように輝いていた。 竜太の人生は、ヤクザ社会の現実と家族の温かさ、そして絶望と希望の間で揺れ動く男の葛藤を描いた物語である。竜太の生き様は、私たちに勇気と希望を与えてくれる。